ボートレース若松読売新聞社杯 G1 全日本覇者決定戦開設71周年記念競争。ほとんど風はなく穏やかな水面でセカンドドリーム第12レースを争います。1号艇滋賀の馬場芳也、2号艇愛知の池田浩二、3号艇東京の浜野谷健吾、4号艇福岡の西山貴弘、5号艇三重の井口義則、6号艇福岡の前田翔太です。インには1号艇の馬場芳也、昨日は絶品のまくり雑誌を披露しました。セカンドドリーム1号艇陰線は馬場芳也です。2コース2号艇の池田浩二、今年1月の前回大会は準優勝。3コース3号艇浜野谷健吾、今年は周年 V2。 4コース4号艇の西山貴弘、船足以前に若松は気持ちで走ります。4角は4号艇西山、5コース5号艇井口義則、今年はこの若松でマスターズチャンピオンに輝きました。周年タイトルも持っています。6コース6号艇前田翔太、今年は江戸川周年を含め6回の優勝。セカンドドリーム第12レース枠なり1番2番3番4番5番6番でスタートしました。第12レース外の方が勢いよく出ていきます。さあセンターから3番4番が有利に運んでいきますが、それでもインから1号艇の馬場が逃げて、3号艇の浜野谷は牽制された。察しは2号艇の池田に4号艇の西山ですが、ここは受け止めて堂々押し切った1号艇の馬場芳也。スタートは前提正常でした。1号艇馬場先頭、2番手には4番と2番が並んでいます。まずは1号艇の馬場、2番手4号艇の西山が回って差して飛び込んでくる2号艇の池田、2番手は2号艇の池田浩二がリードを奪いました。3番手が4号艇の西山、上位体系1番2番4番でレースは2周目1マーク、トップでクリアします。1号艇の馬場、2番手2号艇の池田、握って続く4号艇の西山、バックストレッチに入りまして、上位の体型は1番、2番、4番、その後方に6号艇前田翔太、5号艇井口義則、3号艇浜野谷健吾、先頭1号艇馬場芳也が2周の2マークもトップで旋回します。2番手が2号艇の池田浩二、3番手には4号艇の西山貴弘です。上位体型は1番、2番、4番と変わらず、レースはこれより最終周回です。セカンドドリーム第12レース、先頭リードは1号艇の馬場芳也、最終周回1マークをクリアする。2番手が2号艇の池田、3番手は4号艇の西山、上位体系は1番、2番、4番です。1、2、4の3連単のオッズは 13.6 倍です。1号艇の馬場芳也、まくりも差しも許さず逃げを決めてみせました。ラストターンマークをトップでクリアしてくる2番手追走、2号艇の池田浩二、3番手が4号艇の西山貴弘。セカンドドリーム第12レース、まもなくゴールとなります。1番ゴール、2番ゴール、4番ゴール、6番5番ゴール、3番ゴール、以上前提ゴールにしました。